お前の手紙、第十章、兄弟たちよ。私の心の願い、彼らのために、神に捧げる祈りは、彼らが救われることである。私は、彼らが神に対して、熱心であることは証するが、その熱心は、深い知識によるものではない。なぜなら、彼らは、神の義を知らないで、自分の義を立てようと努め、神の義に従わなかったからである。 キリストは、すべて信じる者に義を得させるために、立法の終わりとなられたのである。ーセは、立法による義を、行う人は、その義によって生きると書いている。しかし、信仰による義は、こう言っている。あなたは、心の内で、誰が天に昇るであろうかというな、それは、キリストを引き下ろすことである。また、 誰が、そこ知れぬ、ところに下るであろうかというな、それは、キリストを、死人の中から引き上げることである。では、何と言っているか。言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、心にある。この言葉とは、私たちが、述べ伝えている信仰の言葉である。 すなわち、自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。ユダヤ人とギリシア人との差別はない。 同一の主が万民の主であって、彼を呼び求める全ての人を豊かに恵んでくださるからである。なぜなら、主の皆を呼び求める者は全て救われるとあるからである。しかし、信じたことのない者をどうして呼び求めることがあろうか。聞いたことのない者をどうして信じることがあろうか。述べ伝える者がいなくてはどうして聞くことがあろうか。 使わされなくては、どうして、述べ伝えることがあろうか。ああ、麗しいかな、良き訪れを告げる者の足は、と書いてある通りである。しかし、すべての人が、福音に聞き従ったのではない。いざやは、主よ、誰が、私たちから聞いたことを信じましたか、と言っている。したがって、信仰は聞くことによるのであり、聞くことは、キリストの言葉から来るのである。 しかし、私は、言う、彼らには聞こえなかったのであろうか。いな、むしろ、その声は全地に響き渡り、その言葉は、世界の果てにまで及んだ。なお、私は、言う、イスラエルは知らなかったのであろうか。まずモーセは言っている。私は、あなた方に、国民でない者に対して、妬みを起こさせ、無知な国民に対して、怒りを抱かせるであろう。イザヤも大胆に言っている。 私は、私を求めない者たちに言い出され、私を尋ねない者に自分を表した。そして、イスラエルについては、私は、服従せずに、反抗するために、終日私の手を差し伸べていた、と言っている。